特別形式の天礼で、聖杯は差し上げられる。ローマ天礼、ラテン天礼のカトリック教会の祈りの方の特別の表現という用語は、教皇ベネディクト16世による自発教領、スンボールム・ポンティフィクムで、記録、トリエントミサと呼ばれている1962年のローマミサ天礼書を用いた天礼に与えられたもので、ある。このフレーズは、 1962年のミサ天礼書に基づいた天礼が、この自発協領により一層広く捧げられるのを許されたことを示唆し、今日一般的に行われている天礼と異なっていることを示している。現在、ローマ天礼のミサの祝いの通常の形式は、ローマミサ天礼書の修正として確立され、1969年にパウロ6世によって発布された。 教皇ベネディクト16世の自発教領において、そして一人一人の司教に対する教皇の所管の中で、ベネディクト16世は1962年の形式を一つの特別な形式と指定し、以下のように述べている教皇パウロ6世が発布したローマミサ天ー書は、ラテン天霊のカトリック教会の祈りの法の通常の表現である。これに対して教皇ピオ五世が発布し、 教皇ヨハネ二23世が改めて発布したローマミサ天礼書は同じ祈りの方の特別な表現と考えるべきであり、このあがむべき古くからの天礼の使用に対してふさわしい敬意が払われなければならない。これらの教会の祈りの方の二つの表現は決して教会の祈りの方の分裂をもたらしてはならない。なぜなら、これらは唯一のローマ天礼の二つの使用だからである。 自発協領第一項使徒座の特別という技術用語の他の一例としては、リデンプシャニスサクラメンタム、生態の特別奉仕者といった用語を排除するために使った生態需要の臨時の奉仕者が挙げられる。この2004年の指針に用いられた用語は以下でも繰り返されたものと同様である。すなわち、1983年の教会法における 境会法910条2項と943条、すなわち他の諸秘跡の場合と同様に、秘跡の通常の奉仕者とある状況において、秘跡の管理を例外的に許された者との間の区別を強調したケースである。ありがとうございます。